どうも、ぶひけんでーす。本日は土曜日、26日朝一の作業の開始です。昨日使っていたボルトを、ちょっと加工しまして、ここに、穴を開けたここに、入るようにしていきたい。入るというかもう溶接しちゃった方がいいと思うんですよね。もともとこっちも固定されてたので、うん、ちょっとやってってみます。うん、これで新しいネジが、よいしょ、新しいボルトが接合できましたね。うん、よいしょ、ちょっと待って、よいしょ、どっちか、こっちか、こうか、ん、どうだ、はい、スムーズに入ります。 OK です。では次にこっから下を作らなければならないんですが、こう入ってて、ここをねちょっと切除しましょう。で覗くとね、中にね水つるかな、パイプが残ってんですよ。なのでこの外側もズボって刺して無理やり溶接したって感じですね。なんでこいつをちょっと落としてみましょう。中身を出しましょう。はい、出てきましたね。こうなってるところにこいつをスポッて入れて無理やり溶接しただけっていうやつですね。まあまいっちゃう。ちょっと一回だもんでヘダースをつけて、こっちはもう本決めでいいんだよな、本決めでつけて、こいつを差し込んで、こっから先ですね、こっから落としちゃうか。それでここだけをちょっと作り直して、この先からステンのマフラーにつながるようにしていきます。ひどいね。ほんで多分ね、ここはねこれだと思うんですよ。こうなってこうなる、うん、仮ねなんですけど、これもう TPI じゃないですか、うん、で、あそこももしこの TPI エンジン、お、邪魔だな、ここまでがあのエンジンに付属されてたものだとしたら、これで合うはずなんですよ。これ TPI 用のガスケットキットなんですね。うん、なので、まあ、手持ちで持ってたんですが、まあ、本当はガスケット皿ちょっと買ってもらう形になるんですけど、それだとね、莫大ではないんですけど、まあまあ金額いっちゃうんで、これとこれだけそのキットからちょっと、引き抜いて使おうと思います。多分これだと思うんだよな。ではここのやつもありましたね、そのキットの中に入ってましたわ。やっぱこれそうだな、こっちは片方しか入ってないんですよ。これがこっち側しかないので、でこれは2つ入ってた。これやっぱそうですね、 TPI のやつですね。なのでこれもオリジナルのあのエンジンにくっついてたやつだな、多分。よし、じゃあやっていきましょう。一応ネジもちょっとお掃除していきます。ほんで取り付けます。ちょっとね、取り付け前にあまりにも汚いので、ちょっとスターターとかもね発掘しときました。スターターのソレノイドとかね、オイル汚れと土ぼこりの汚れが溜まっちゃっててね、もうヘドロみたいなのが分かりますよね、アメ車乗ってる方だったら。で、あっちこっちになんかオイルビタ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 漏れてるところね、その辺も全部ちょっと掃除して、手の届く範囲ですけどね、奥の奥までちょっと手が届かないので、手が届く範囲だけ掃除しておきました。このソレノイドの後ろにこういろいろ、まあスターターの電源とかメインバッテリーの電源とかが入ってるんですけど、その辺がもうなんていうのかな、オイル汚れで埋まっちゃってたので、ちょっとそういうの怖いのでね、汚れだけ落としときました。すいませんね、小田さん、勝手にやっちゃいましたが汚すぎる。
うん、まあこんなもんですけどね、大概。さて、ほんでこの辺も掃除したので取り付けてっちゃおうかな。よし、あ、なんかまだガスケットついてるな。ちょっともう一回。うん、だいぶ綺麗。よし、ガスケットも新品。はあ、暑いな今日も。ちょっともうお昼になってしまったんですが、よいしょ、はい、お昼になったのでチマニョンを起こしに行こうと思い、うわ、フラフラする、なんだよ、はあ、お昼か、どうしよう。残金がね、私の財布の中身が700円ぐらいになってしまいましたね。もう一回乗り弁変えるか。